藤崎バス乗り継ぎターミナル、藤崎バス乗り継ぎターミナルは、福岡県福岡市沢楽にある、福岡市営のバスターミナル。単に、藤崎バスターミナルとも称する。福岡市営バスターミナル条例に基づいて設置された、福岡市唯一の市営バスターミナルで、福岡市沢楽市民センター1階にある。沢楽役所に隣接し、空港線藤崎駅と連絡している。 共栄ロードサービス、太平ビルサービスからなる、藤崎バスターミナル JV が、指定管理者となっている。空港線開業時に、バスアンドライド政作の一環として建設されたが、長らく、四方団地や室積団地などの郊外部から、天神や博多駅の都心部、シーサイド、桃地方面に直通する路線が多かった。しかし、2014年11月1日に、 当ターミナルを乗り継ぎ拠点として活用するダイヤ改正が行われ、当ターミナルを奇襲点とする便が増加し、さらにこの日に福岡市立子ども病院が中央区当人町から移転したため、移転先のアイランド市地行きの系統も新設された。シーサイド、桃地方面のバスは本数が比較的多いことから地下鉄から乗り継いで行くには便利である。また、沢楽役所や 桃地パレス、福岡市桃地体育館、佐原警察署、西福岡税務署などの公共施設が、藤崎の隣接地区に多く立地していることから、このバスターミナルを奇襲点及び、経由地とする路線も多い。一部の乗り場では、バス到着時に自動案内放送が流れる。現在は西日本鉄道のみが使用するが、かつては昭和自動車も発着していた。 福岡市の包括外部監査の報告書によるターミナルから見て明治通りの真向かいに位置。ありがとうございます。